ティアスパーって明らかに C 級レベルではないよね。に対しての読者の反応を見ていきます。普通にクソ強いなこれ。これ相性次第なら鬼倒せるだろうし、潜在能力は S 級クラスある。もやしならこれで倒せてそう。モブ最高でもビルドつけていたな。モブかっこよかった。ギャンブルみたいなタイプだけど最大瞬間出力はすごいな。ギアスパー村がありすぎるのが残念。常識や限界を超えるイメージ力が大事か。将来的に S 級になり得るヒーローがいるって言ってたけど、ギアスパーのことだったんかな。なかなか強くなりそうな超能力者だった。制御できるようになれば S 級もあるんじゃ。ギアスパーって C 級だっけ。評価変わりそうだな。ダウジング要因かと思ったらやるじゃん。ギアスパー先輩の将来あれば日体だ。本物の超能力者だったんだな。やはりギアスパー先輩吹雪より出力あるやん。主人公とヒロイン、モブヒーローもちゃんとヒーローだったんだなって。二人の間に子供ができたら強そう。竜巻制御 S 出力 S、 吹雪制御 A 出力 C、 ギアスパー制御 B 出力 B、 サイコス制御 B 出力 A。 こんな関係よくわかんない。単純な戦闘力なら A 級に負けないのに、ニッチな能力や活動実績の乏しさで CB 級でくすぶるヒーローたち。やっぱヒーロー協会クソだわ。埼玉の異常な身体能力を見といて筆記があれだからって C 級判定はなんかなって。現場が採点してるわけじゃないのだ。あんなのインチキ以外にどう説明しろと。強いだけで筆記ボロボロってパターンは下手すやヒーローにしちゃいけないやつかもしれんし、割と社会不適合者だから倫理観や社会性のテストで変な回答してそう。それなら安易に上位に格付けできないのも納得できる。 A 級は安定して実力が出せる人たちってことなんじゃないかな。そういうのは大事でしょ。ギアスパーはラッキーマン的なキャラだと思ったけどちゃんと実力あったんだな。デブは痩せろデブ。努力と訓練で化けそうなのがいいね。ギアスパー安定化したら怪物だ。エスパーヒーロー自体が超レアだしな。順位から考える2、9割くらいは現場で何もしてないんだろうか。ギアスパーダウジングでうせもの探しとか需要ありそうなんだがな。すぐそばで見たイメージだけでここまでできるならトレーニングしてもらえば制御もできるようになりそう。まあ竜巻はそんなこと付き合ってくれないだろうが、超能力の使い方がな。サイコスみたいに金縛りにして別のやつが攻撃すれば効果的だったかも。ギアスパー先輩は吹雪に教えてもらえば伸びそう。助けたり助けられたりのチームで頑張ってもらいたいものだ。こいつらいいキャラだけど、S 級って昇級するような感じじゃなく、なんかすげえ強いのがいるっていきなり指定されるものじゃなかったっけ。いやヒーロー協会もいろいろ節穴だけど。確かに未亡株だけあったわ。ギアスパーを S 級クラスの逸材と考えていたらなかなか見る目がある。責任がある。すごいけど S 級には足りない感じ。安定感がない。マジモンのエスパーの時点で希少だから大事にしてほしいけど、業界あれだからやっぱダメかも。適材適所という側面では怪人業界以下だし、それらは全部ランク制度で大雑把に当てがわれて、ランク争いという共食い状態。デスガトさんの指摘は支援あれど外れとは言い難い。火炎放射器仕込んでるだけのイカ様中国人みたいなのが A だったり、業界も評価おかしいな。すっごい豆に人助けや怪人退治して地道に上り詰めた実績だったりして、青く見える火力の炎を手のすぐ下から出せるのは意外と耐熱性がすごい気がする。超能力者マジの強者だったのかよ。ただ攻撃内容見た時点で察したけど相性悪すぎたな。ダメージ全然なかったけどギアスパーかっこよかったよ。もともとギアスパーくんは力が不安定なのがランク低い理由っぽかったからな。でも抜け穴探知したりする力も持ってたし、業界から過小評価されてるのは間違いないな。ギアスパーは出力、吹雪は技術でお互い持ってないもん持ってるし、交流できればかなり伸びそう。ギアスパーってあの装置かけてる時視界どうなってるんやろか。見づらくないのかな。まず装置なのかってところはある。ONE のネームだとただの金髪男だったら雷光源氏が、村田リデザインでスケートマンになったりとか、村田版で戦闘シーン加えられたバネヒゲ黄金ボールとかあるから、村田版でメットついたとかデザイン大幅変更したとかありそう。素顔に黒目がなかったし実は盲目なのかも。あと目元に手術跡みたいな傷があるんけど、実は進化の A の人造エスパーとかだったり。マジで吹雪組入ればいいのに。制御力とイメージ力を鍛えて、あと筋トレだな。竜巻制御 S 出力 S、吹雪制御 B 出力 B、ギアスパー制御 E 出力 BA、ヨロヨロ制御 A 出力 A、ゲリガンシプ制御 S 出力 A、こんなんじゃね。正体がサイコスなら、出
出力はあるけど制御と耐久力能力に対してのは平均値だろうね。何の平均かわからないけど。制御力がしょぼかったから、出力で遥か劣る吹雪に負けたわけだしな。吹雪は念力の余波だけでヒーロー協会本部全域、震度6以下は無効化、をガンガン揺らしてるしギアスパー先輩より数段上だよ。まあ訓練次第でどうなるかはわからんけど。あれ竜巻も含んでね。あの時竜巻の攻撃シーン皆無だったし素直に吹雪の出力でいいでしょ。ボボイ製の監獄を楽々破壊してるし最新は時点の吹雪は普通に強しキャラ。どこに書いてあったかは忘れたけど吹雪も S 級階相当の力はあるんだってか。 A 級上位に食い込むのは余裕って言ってたけど S 級はきつくね。タンクトップくらいならいけるか。吹雪の口ぶりだと甘いマスクさえいなけりゃアトミック侍の弟子たちは S 級いけるような感じだったし、その弟子たちと少なくとも怠慢なら吹雪は勝てそうな気がするが。自滅レベルの最大出力でやっと竜巻の通常攻撃レベルってのは嬉しいのか悲しいのか。将来性と現状の無力さがある種の悲しさを生んでる。言うてもスネッツさんの全力の一撃とかバンブの通常攻撃レベルすら届かないやろ。ギアスパーは耐久力がないから S は無理やな。筋トレしよう。筋トレしてて万年 C 級だったやつという前例があるのに。深海王戦の埼玉の映像を見て、インチキで成り上がったならこれから彼は地獄を見るだろうみたいな的外れな評価を黒幕フェイスで言う無能組織だし、ギアスパーのことも竜巻の手柄にしそう。過去から学んでない無能組織。評価方式に合わないやつ絶対多いと思う。倒せる怪人と世間評価だけで無理がある。キングみたいに少しラッキーってだけだと思ってたら、何がある超能力者だったとは。って素直にびっくりした。ただギアスパー、これを最後にもう超能力使えないとかありえそうなのかな。無理に超能力行使矢印東京ブレッショーはエスパー共通みたいだから、多分大丈夫でしょう。無理だったら細胞部にして後にしよう。ガッツはあるから、力なくなっても諦めず地道に頑張ってほしい。コントロールさえできれば昇格待ったなしなんだけど、現状だと発動すら任意にできないからな。むしろよく今まで週一の活動報告クリアできてたな。そもそもジェノスが S 級入った時、誰か降格したのか？別に最大人数決まってないぞ。プリズナーが最下位に落ちたけど。このシーン以前の描写で不発だったから。力を使いこなせるようにならない限り C 級止まりなんじゃない？あくまでも使いこなせられないからってことで、デビューしたてとかの可能性もあるし。こいつ超能力の出力安定すれば普及界から脱却できると思うんだよな。相手もニャーンだったから効かなかっただけであって鬼当たりだったら割と良いダメージ与えられるそう。めちゃくちゃかっこいいんだよなこいつ。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。